こんにちは。さあ今日はですね、巨人と中日が新たに、獲得した外国人選手2選手を紹介していきたいと思います。はい、まずは巨人新外国人ルーグネット・オドーア選手を獲得ということで、はい、あのこれって確か他の球団とかも狙っていた選手だった。いい選手だな。はい、それを巨人が獲得に成功したというところで、はい、この選手 MLB のレンジャーズ、ヤンキース、オリオールズと渡り歩き、昨シーズンはあのパドレスでもプレーをしています。はい、現在29歳。 MLB の通算成績は1154試合に出場して、打率2割3分、178本塁打、左の強打者として、うん、まあそうだね。はい、まあ強打者だけど、強打者ってさ、ごっつくてどうのこうのって思うじゃない。うん、はい、動けるねこの選手。意外と体がね、まあ小柄というか、はい、だけどその足はよく動くし、はい、まあ割と戦力になってくるのかなという、はい、ことも感じるよね。そうですよね。で、メジャー通算でも178本塁打って結構ホームラン数、ただ率が悪いな、まあ、2割3分。そうなんです。うん、確実性は不確かっていうふうには出てるんですけど、まあ、そうだよね。まあ、まあそうだよね。はい、ただ低めを打ったシーンだとか、はい、そういうのを見てると割とボールを拾えてくるのかなという、あ、割とこう大きくこう振れるバッターなんだよね。はい、ということは逆に言えば、うん、こうカットボールで攻められた時にどうなのかなっていう、打ちに来られた時に、来られた時にね。だからもうそこら辺が心配だけども、はい、守備の面では本来だったら内野なんだろうけどもさ、セカンドが本来の守備です。まあ、だけどその外野を予定してるわけでしょ。だからまあそこら辺の守備力、まあ、セカンドやってたら外野手もできるかなっていうふうには思うけどもね、うん、普通にはね、はい、特に上手い選手ではないかもわかんないけど、はい、普通にはできるかなっていうふうには思うけどもね、うん、やっぱ足がよく動いてくれるっていうのはすごくこう使い勝手のいい選手かなっていうふうに思うけど、ただ打つだけでさ、うん、いや塁に出たら何もできませんじゃない選手だから、うん、だからそういう面ではいろんな期待を持ってもいいのかなっていうのがあった。例えばブリンソン選手みたいに、やっぱ足も速くて身体能力たけてて、例えばホームランというか長距離も打てると、ただやっぱその守備とかちょっとボンミスとかに気になってしまったっていうのが昨シーズンまででしたけれども、そのようにならないといいなっていうのはファンも思ってると思うんですけれども、まあ、映像ちょっと見たけども、はい、なんでここで飛び出してんのみたいな、まあ、シーンがあったから、はい、まあ、だけどトータル的に言えばすごいいい選手だなっていうふうに思う。ちょっとバッティングとか見て、例えばこの選手みたいなに似てるとか、まあ、スイングでもいいですしスタイルでもいいですし、学生誰に似てます？誰って言われてもな、まあ、だけどそんなに癖のあるバッターではないし、うん、ただ大きく足が上がるんでタイミング取るときにね、はい、まあ、そこら辺こうずらされると、うん、まあ、日本のピッチャーってうまいからな、そこら辺は。そうですよね。だからまあそこら辺でアジャストがしっかりできるかどうか、うん、まあ、ここら辺がこうちょっと課題になるのと、うん、こう大きく振っていくバッターだから、はい、ちょっとカット1目のボールをインサイドに集められたときに、まあ、どういう対処ができるのか、うん、まあ、これは見てみないと分かんないなっていうふうには思うけどもね。豊戦的にはうまくはまれば、どのぐらいのホームラン今シーズン打ってくれるかなっていう、まあ、20本ぐらいはいけるかなっていうふうには思うけどね。うんうん、ただ率はそんなに期待しはしない方がいや、まあ、日本の場合だからちょっと分からないけど、うん、広角に打てるしね。あ、うん、だから広角に打てるから、あの広角に打てる技術を持ちながら2割2分でしょ。2割3分ですね。はい、これからやっぱこう変化球攻めされると、うん、まあ、どうなのかなっていうところはあっても、うん、ただやっぱこう低めを打つ打ち方なんかは、うん、こう大きく振れる分だけ拾っていけるよね。うんうん、だからそこら辺での期待かなっていうふうに思うけどね。巨人としてはその外野の2名の外国人を手放したプラス中田翔選手がいなくなったというところでの強打者欲しいということで獲得になったみたいなんですけど、ただ左なんですよね。まあそうだな。まあでも左もあんまり関係なく打ってるから、じゃあそこは特に。そうだな。まあだからその、まあ、ポランコの1年目20本打ったけども、うん、はい、ポランコよりは総合的には上かなっていうふうに思う。
まあ、長打という意味ではポランコの方が一枚たけてるかもわからないけども、はい、まあ、守備とか走塁だとか、うん、いろんなことを考えると、はい、新外国人の方がいいのかなっていうふうには感じるけどね。オドア選手、ひげがね蓄えてるのがすごくトレードマークなんですけど、まあ、巨人に来るということでひげはさっぱりきれいに剃ってくるっていうふうに話していて、そこら辺の問題あるんだね。なんかあるでしょうね、巨人はただトレードマークなのでね、まあ、そこはなくなっちゃうのかってあるんですけど、いや、まあ、トレードマークだともう許してあげたらどうなんだろうって、ね、もう時代的にそうですよね。なんか短期で喧嘩っ早い性格でもあるらしく2016年にブルージェリー戦で守備妨害を受けたホセ・バティスタを突き飛ばした後にゴーダし大乱闘に発展したということで、ゴーダしたそうか、すごいな。まあまあでもそのぐらいの気象じゃないとさまあまあ、まあ、環境変えて文化も違うところでやっていくのに、はい、そのぐらいの気の強さは必要かなというふうには思うけどもね、うん、どうだろう、暴力なんか振るわないだろう、もう。まあそうでしょうね、きっと。わかんないけどなもうあれから2016年なのでもう8年経ってるので、あ、そうだな、大人にはなってると思う、はい、大人になったのかなとも思いますしね、はい、阿部監督としてはこの小堂選手っていうのを、まあ、使うとしたら何番で、何番だろうね、盗塁の足もあるっていうふうに考えるとさ、まあ、1、2、3のどっかを使っても面白いだろうしな、うん、まあ、そこら辺は来てみて、うん、まあ、どのぐらいの率を残せるっていうふうに思って、うん、走塁、盗塁、うん、こういうところにも長けてるっていうふうに考えると、まあ、上位を打たすかなっていうふうに思う。あと打順の流れでその左が続くから、ここで右入れてお堂は左でこことか、そういう流れっていうのは阿部監督ってどうしそうなの？やっぱまあそれは考えるね、一応ね、うん、まあ、キャッチャー出身だから、はい、どういう並びが一番相手にとって嫌かっていうことも考えながら、うん、まあ、打順は組むとは思うけどもね、はい、ただいかんせん左が多いからな、そうですよねコメント欄でいやいや長野さんがいますよみたいな、いや、いるのは分かってても、そうそうそう、一シーズン持たないじゃないみたいな。フルではねっていう。フルでは、まあ、代打で置いときたい選手だからね、はい、うん。足が使えたりだとか、本当に動ける選手だけども、はい、まあ、そうなったら上位を出してみたいよね。そうですね。うん、いや、本当にあの日本で巨人でどういうふうな活躍をするか、はい、どういうものを見せてくれるのかっていうのは非常に楽しみな選手ですよね、まあ、そうだね、小田選手。そして中日はですね、はい、メジャー通算40本塁打のアレックス・ディッカーソン外野手も獲得しました。いくつ？33歳、うん、俺は嫌いじゃないんだよね、この外国人。それはどこら辺？これはね、スイングにね、はい、癖がないというか、今流行りっていうのはドライブラインにこう入れてったりだとか、はい、そのバットの入れる角度によってボールの角度を決めるというか、うん、そうじゃなくてどちらかというとレベルに振ってくるんだよね、うん、っていう選手はそんなに大崩れしないだろうし、はい、率も残せるのかなっていうふうには思うんだよね。グリップがね、専門的に言うと、はい、インサイドに引っ張ってこれるんだ、はい、うん、こう遠回りしないんだよ、うん、いや、だからまあそこそこ打つかなっていうふうに期待はしてるけど、こうインサイドにまず基本的に引っ張るっていうか、こうグリップが体の近くを通そうとするから、だからあんまり大崩れはないのかなっていうふうに思うよね、映像だけでは。だからその三振しちゃったりとか、まあ三振はするだろうけども、まあだけど捉えられるボールは的確に捉えていくのかなっていうふうに思うよね。だからまあインサイドもさばけるのかなっていうふうに思う。じゃあさっきのまた小堂選手とはまたタイプが違う？あ、まあ全然違う。オドアっていうのは大きく振る、グリップもこう大きく出ていくんだけども、だからこうなんていうの、低めに落とされてもこうスイングの中で拾えるというか、ディッカーソンの場合はこうレベルに振っていく、おそらく低めが弱いと思うんだよ。ベルト付近から少し高めの当たりがやっぱ強いな。だから低めをいかに我慢できるかどうか、低めに手を出してくるとやっぱバッティングにならなくなると思う。ある程度スイングっていうのがもう決まってるし、はい、そう、応用という面では少し下手かなっていう、うん、でも甘いボールが来たら的確に捉えるよっていうようなタイプだけに、はい、高めのこうレベルに出せるゾーン、これはね多分強いと思うけど、低めにこう落とされて疲労とかさ、うん、する時にそのボールを我慢するのか、我慢せずに拾いに行くのか、拾いに行けないタイプだと思うんだよね、うん。ここら辺が打てるところが限定されてるけども、はい、でも来た時には的確に捉えてくれるかなっていうふうには思うけどね。ってことはこのバンテリンでこの選手が呼ばれたっていう意図はどういうことを
首脳陣は求めている、まあ、ある程度やっぱり長打だよね。長打なんですね、うん、あとはやっぱり勝負強さだよね中日は、うん、1にも2にもやっぱり勝負強さだよ、はい、そのホームランというのはそんなにはね期待してないと思うよ、はい、そうですね、まあ、打っても20本から30本の間、うんうんうん、だけどやっぱここ一番で、まあ、例えば中田翔が敬遠されたとか、はい、後ろにいてくれるとありがたいなっていう選手になってくれるといいよな。これビシエドとどういう風にしていくのかなっていう。ビシエドのことはあんまりもう考えてないんじゃないのそうなんですかね。辰巳だって中田翔をファーストに使ったらもうビシエド行くところない。そうですよね。ビシエドっていうのはあんまり考えてないだろうし、まあ、中田翔がやってくれるっていうのを期待しながら、はい、リッカソンが後ろを打つのか、うん、前を打つのか、まあ、だけど割と打てる範囲は広いし、はい、ただ低めを我慢できるかボール球ね、はい、まあ、ここら辺にかかってるかなという感じがするけどね。ちなみにディッカーソン190センチの104キロの外野手で、まあ、左打ちなんですけど、2015年にパドレスでメジャーデビューして、まあ、ジャイアンツ、ブレーブスと、で2022年までには3球団でプレー、通算40本塁打で、2019年にはカブスのダルビッシュ投手からホームランを打ったと、カブス当時のっていうのもプチ情報で。まあそうだね、はい、スピードだとか変化球とか、まあ、ダルビッシュがよっぽど甘いボールはないかなと思ってだけどだから甘いボールは的確に捉えられるだけのなんか技術は持ってそうな感じがするんだ、うん、ただその低めに来られた時にどう対処していくかっていうのが一つの課題になってくるかなというね。課題はねどんな選手でもあるんだよ、はい、うん、だからそこを我慢できるかできないかの差だから、うん、だからそこら辺をこうよく教えておくといいね。日本の攻められ方っていうのはもうね分かるよ、すぐ打ち方見てると、はい、あこのバッターだったらこっち攻めてくるなってだからそこを打たないように打たないように、うん、そこで勝負しに行くなって必ず来るから甘いボールがっていうような教え方の方が、はい、まあ、いいのかなっていうような感じがする。で現在、まあ、外野手なので外野手というと岡林選手、細川選手、あともちろん大島選手などあと他の選手もいますけれども、まあ ね、そうなってくるとシーズン通してフルで外野手で使うのかそれとも誰かと併用にやっぱりなってくるのか。いやいや、まあ、フルで出てほしいっていうぐらい期待はしてると思うよ、うん、大島をどこかで併用するとか、うん、まあ、年齢的にね、はい、あるかもわからないけども基本戦は外国人で行くと思う。このディッカーソン選手をっていう、 そう最初の取っかかりだな、はい、うん、それがすごく大事だと思うから、うん、外国人用のミーティングをちょっとやってあげると、うん、その考え方もしっかり決まって、はい、打てるところをしっくり待つというかね、うん、まあ、そういうことが俺はできそうなタイプのバッターだと思う。多分冷静だと思う。あ、やっぱり特に中日はねやっぱり去年の件があるので今年はやっぱり外国人当たったねっていう風に、オドワっていうのは言っても、うん、カーッとなったらもう行きそうな感じがするけど、ね、我慢できずに、あのでもリッカーソン、リッカーソンの方はなんか冷静に対応していくような、うん、そんな気がするけどね。だ全くねちょっと異なる、ね、タイプが違うな、うん、がどういう風に、まあ、シーズン同一リーグなのでそうだ、ね、うん、対戦する姿も見たいですし、はい、まあね、やっぱ中日のファンの方はやっぱり外国人当たってほしいなっていう、いや当たったら大きいよやっぱり、うん、本当にね3点取れれば、はい、うん、60勝できるぐらいの力、うん、投手力も持ってるし、はい、やっぱあと1点もどう取るか、うん、そこにリッカーソンだとか、はい、中田翔とか、あ、中田とか絡んでくると、はい、やっぱ岡林はやっぱ出塁していくっていうのができるしね、うん、だからまあそこら辺であの出塁率のいい選手を前に持ってって、うん、っていうことになると、はい、やっぱ点が取れ出すから、はい、点が取れ出したら中日っていうのはすごく楽になると思うし、うん、やっぱあれだけの投手陣を揃えてるわけだから、はい、勝負になっていくよね。そうです、ね、うん、だから面白いと思う。楽しみですね。やっぱ今シーズンも外国人選手たちね、はい、たくさんいろんな球団に新加入で入ってきたので、はい、そのあたりもなんかちょっとキャンプとかで豊さんちょこっとでも見ていただいて、いやそら見るよ、はい、もちろん挨拶に行かないとそのね威圧してるヘッドコーチがいるから、ね、ちょっと挨拶に行かないとそれはあの片岡さんのことですか。こういう名刺は避けたけど、ね、わかりました、はい、はい。